でも良かったですね。すみません。そんな感じであと2本ぐらい、はい、ちょっとなんとか、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ドキドキしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ざわついた声、すいません。あ、ケンさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。富田さんならではの行動使い。まあ、あれがもうたまんなくて。はい。すいません。いやいや。かっこよかった。ありがとうございます。カメラの方とかに、外すだけ、ありがとうございます。それだけ大きくなっちゃいます。ありがとうございます。1分2分で、55曲ぐらい。こんなにいっぱいの、11人ですよ。すごいな。これも1人辞めて、まあ、12人になった。11人で。つかず離れずにね、自分ありがとうございます。リザンブルース、はい、はい、全然やったことないから、ね、最初は不安だった。すごいな、グルーヴがね、はい、はい、すげえ、うん、こちらこそ勉強。最近もう海岸しまくってます。違います。この年になって遅いよみたいな。いやいや、これからますます。みんななんか、ね、還暦すぎると海岸してる。還暦海岸。今いくつ？57です。57。あともうちょっとです。はい、57で若いとか言すごいですね。いや、素晴らしい曲で、なんかリズム&ブルースだから、久美子が歌えるのかどうかっていうのはすごい心配しながら、まあ、詞をつけてて、で実際上がったらすごいいい作品になったんで、でね、久美子さんがまた歌いこなしてくれて、で今日ね、コーラスつけてくれて素晴らしいです。僕は生きててよかったって感じ。生きててよかったと思ってもらってすごく嬉しいです。本当にお二人のおかげで、なんかこう、すごくノリがいいんですけど、歌うたびになんかこうじわんとしてしまう歌だなと、そういうの初めてなので、なんかとってもいい歌に巡り合わせていただいたなと思っています。ありがたいことです。最高の歌唱、久美子さんの歌唱と、最高の松本さんの歌詞、から最高の富田さんのアレンジ、ええ、もう本当ハイクオリティな、ええ、作品になりました。本当ありがとうございます。もちろんありがとうございました。感謝しております。